マット・フリュワー,ーはアメリカ合衆国ワシントン DC 生まれの俳優、声優である。姓はフリュワーとも表記される。1958年にワシントン DC に生まれる。父親はカナダ海軍で働いていたため、フリュワー,ーはカナダのオンタリオ州で育つ。その後カナダでも有名な演劇学校で3年間演技の勉強をし、舞台、テレビ、映画などで活動を始める。 現在までの出演作品は100本を超えており、様々なキャラクターを演じ分けることのできるバイプレイヤーである。1989年、リック・モラニス主演のアドベンチャーコメディ映画、ミクロ・キッズでは、縮小された子供の神経質でぶっきらぼうな父親をコミカルに演じ、スティーブン・キング原作のテレビ映画、ザ・スタンドでは、人類滅亡の危機に生き残った爆弾魔を不気味に演じて、 印象を残した。その他、シャーロック・ホームズを演じたこともあり、コメディからシリアスまで出演したジャンルも様々である。1994年には国際共同制作ドラマ、江戸と春、春ライシャワー新の旅路で段踏ミと共演。吹き替えなしの日本語を交えて、ライシャワー中日大使を演じた。ありがとうございます。